その日、俺は幽霊になったマナと再び出会った。アイドル、なれるんじゃないかな、永瀬ならアイドル。それでそのお願いなんだけど、あのね、新人アイドル限定で行われるビーナスグランプリ、優勝すれば一気にトップアイドルの仲間入り。私永瀬マナは100点満点なんかじゃ評価できないアイドルを目指すの。本当に決勝まで勝ち上がったな、すごいよお前は。絶対来てよね牧野くん。牧野くんが来てくれないと。うん、待ってるからね。おはよう。面接だっけ？なんだよ。だって面接官っていうより面接される側にしか見えないもん。私もオーディション受けていいですか？そんなふざけた理由で入ってきていい世界じゃない。驚いた。まるでマナちゃんが歌ってるみたいだったわ。